か、サンギャルボン12枚羽、色とりどりの羽と真っ白い羽の。ああ、俺にも何が起きたか。だが多分ルリアの力の影響だ。この空間と君の相互作用で、いつも聖書石にするように。羽の力ですか？ルシフェル様の力さ。一旦サンダルフォンのところに戻るぞ。サンダルフォン、うるさい羽だ。不用品に相応の無様な姿だな。何とでも言え。無様でも不格好でも、血と泥にまみれようとも、俺は彼らを守る。まるで天使長のような発言だが、羽の数で俺と対等になった面をするな。そのルシフェル様は打天使の断罪後も空を守り続けていた。ご自身の意志でずっと。その理由が貴様にわかるか？自己愛に落ちていた不用品が無償の博愛でも語るつもりか？そのつもりはないよ。ただ貴様がルシフェル様を作り聖少獣の礎を築いたのは事実だ。故にルシフェル様の心に一度でも思いを馳せてもらいたかった。気に食わんな、その目だ。俺と対等に位置する者は一人でいい。だがあれは死んだ。そして世界も終わる。団長たち、今こそ奴と最後の決戦になるだろう。傷ついた身に酷だと分かっている。だが俺と共に。ありがとう。俺らたちもついてるぜ。みんなで空の世界を守るんだ。頑張りましょう。私も役に立ちたいんです。ああ、頑張ろう。ルシフェル様、この青い空は俺たちが必ず守る。そんなに死に急ぎたいか？願いは消させない。天使の力だ。受け取れ。殲滅する。消えろ。黒に染まり速やかに朽ちろ。これ以上好きにはさせない。滅ぼす。その異性に根拠はある。消えろ。神も命も何もかもくだらん。バネの力を今。死の安息が欲しいだろう。炎の霧、歌います。風の輝き、届けます。炎の霧、
役に立たぬか。終止符アインソフロール願いは消させない。天使の力だ。打ち線も風の輝き届けます。水の輝き送ります。逃げろ。逃げられるというのならな。俺は守る。パラダイスロスト。まずはお前からだ。死ぬ。これ以上好きにはさせない。愚か。全ての最悪に終止符アインソフロール抵抗など無意味だ。力の差を教えてやる。これ以上好きにはさせない。水の輝き送ります。願いは消させない。天使の力だ。打ち線も進む。追い詰めたぞ、ルシファー。不用品に得意点、摂理に沿わぬ竜と少女か。決定要因は明白だな。あまりにイレギュラーが過ぎる。だが俺は俺の自由意志を譲らん。パラダイスロスト。